は、サムシングのオリジナルバージョンの、コード進行でオリジナルのように弾く練習です。半分がアルペジオの練習で半分がオリジナルのジョージ・ハリスンのソロの練習になります。でまずはですね、曲の構成から、お伝えいたします。曲の構成はこちらです。ご存知だとは思いますが、こちらがオリジナルの曲の構成になります。まずイントロがあって、ちっちゃいイントロね、タッタララッタータというところです。で A メロが2回繰り返されます。で A メロは、下のところなんですけども、1回目このちょんちょんのところからちょんちょんのところまで来て、で戻ります。でまたずっと弾いて、2回目のここのところはちょっと字余りというか、この AA の1小節分多くなります。でその後 B メロに行くんですが、こちらが B メロのコード進行です。ちょっとこちらはですね、ストロークにで弾いた方が、雰囲気が出るかなと思います。でその後ソロで、ソロのコード進行は A メロのこのコード進行と一緒です。これね、これと一緒です。でソロが終わりましたらラスト、これも A メロのコード進行と一緒なんですけど、一番最後のところだけ、ちょっと増えます。最後の段ですね。でこれがオリジナルの曲の構成になります。で前回説明したライブバージョンの、ソロとか弾きたい場合は、これがジョージ・ハリスンがライブで演奏しているサムシングの、曲の構成です。まずイントロのソロが A メロのコード進行で、また同じように A メロ A メロ1番2番かな、で B メロがあって、ジョージのソロ、クラプトンのソロで、 B メロがあって A メロの最後のところになると。でこれも全部、資料がダウンロードできますので、基本は A メロと B メロのコード進行を覚えれば弾けますんで、弾いてみてください。で今日はですね、まず、このコード進行に合わせてアルペジオとストロークの練習をします。でそれが半分ぐらいですね。でそれが終わったら、ジョージ・ハリスンのソロの練習をします。まずこのちっちゃいオリジナルのイントロの弾き方を説明していきたいと思います。ここのね、ここ F、D シャープ、G のところです。これです。例えばギター2人で弾きたい場合とギター1人で弾きたい場合で弾き方がちょっと変わって、ギター2人で弾く場合は1人がコードとか、アルペジオとかストロークだけ弾きます。でもう1人の人がリードギターを弾いて、オブリとかソロを弾くような感じになるんですね。ギターが2人いるときは。で、ギター1人で弾きたいときは、コードを弾いたり、オブリを弾きます。なので、両方合わせて、お伝えしていきますので、まずは、コードの弾き方から。で、最初ね、こう、全部ダウンで、尺というかこのぐらいの拍数弾くよっていうのをこう軽くね、自分で弾いて、タイム感っていうのかね、それを捉えた方が楽です。まず最初のイントロコードで弾くと、こう F2 回、 D シャープ G、 このバレエコードでもこのオープンコードでも G はどっちでも弾きやすい方を弾いてください。こうね、 Fこうやってもいいですし、F1 回だけ弾いてカウント自分で数えてね、 1、2、3、4であと歌に入る、 A メロに入るっていう方法、これが一番簡単なコードの弾き方です。でここのフレーズ、おなじみのソロ練習した方はすでにお分かりだと思いますが、これです。2箇所弾くところがあります。ソロで弾くときはここで弾くと弾きやすいんですよ。これね、2弦の10フレット、2弦の12フレットをハーフベンドして上げたところから下ろして、で2弦の10フレット、次2弦の11、
12、13、こうね。でこれはギターが2人いるときはこうやって弾くんですけども、この一番最後の13フレットのところはこの A メロの C の上に書いてるね C コードにかぶってるので、1人で弾く場合はここの12フレットまで弾いて次のコードの C に移動しなきゃいけないんですよ。こうね、次 C コードで、これでもいいんですが、ちょっと距離がこう遠い、弾きにくいなって思った場合は同じ音で一弦で弾くことができます。ちょっとタブ譜は用意してないんですけど、弾き方は一弦の5フレットで一弦の7フレットをハーフベンド、弾き方一緒です。で一弦の6、7で C に行く。そうするとここからコードまでの距離が短いので、まあ、弾きやすいっちゃ弾きやすいです。あのどっちでもありですので、弾きやすい方で皆さんね試してみてください。 A メロのコード進行こちらです。でこれがコードの押さえ方です。でいきなりアルペジオの弾き方を練習するのもいいんですが、まずどんな曲でも、僕も未だにそうなんですけど、一番簡単な弾き方でダウンだけでね弾いて、コードをどのぐらい弾くのか、例えば1小節だったらダウンだったら4回弾くじゃない。でもそれが半分になると200ずつでしょ。でもっと半分になると1拍1拍ってずれるところがあるので、そういうところを確認するためにまずはダウンだけで弾きます。例えば上のダウンは C4 回ね、ダウンでC メジャー7、4回 C7、4回次 F を2回で、この次にもう1回 F 弾いて E マイナー1回弾く。で次 D7、 ちょっとこれ後で直しときますけど D7 弾いて D7 を4回次 G、 A マイナーB 分の G で A マイナー、 A マイナーメジャー7、 A マイナー7、 A マイナー6、 F D シャープ G でまた最初の C に戻ると、こんな感じで、まずねダウンだけで弾いて、ああこういう風なコードの流れになってるのかっていうのをまず確認した方がいいです。めんどくさいかもしれないですけど、遠回りなようでこれやっといた方が結局近道になるんですよ。早く弾けるようになるので、とりあえず今みたいに弾いて、ああなるほどこれで弾くのかで、歌いたい人は今のダウンだけで弾いて歌って、あとそれを弾けばそれだけで曲イントロからラストまで弾けますので、ダウンで弾くかアルペジオで弾くかは皆さん、選んでね、演奏してみてください。というわけでここからがアルペジオの弾き方です。アルペジオにはパターンがあります。ここの C メジャー7、C7 は5弦ルートのコードなんですよ。一番弾く音が5弦っていう意味ね。でよくあるのが5-4-2-3 5-4-2-3って弾くのがよくある、まあ簡単なアルペジオの弾き方なんですが、これで弾くとちょっとひなりがないっていうか雰囲気が出ないので、サムシングみたいなちょっとふんわりふわふわしたようなイメージの曲はこんな感じで弾きます。まず弾き方は5-4-3-2-3-4-3、こうね、5-4-3-2-3-4-3。
てタイミングは1 and 2 and 3 and 4 and に合わせてダウンアップダウンアップダウンアップ、この後にカラーピッキングでダウンを弾いて、次アップで3弦弾いて、ダウンで4弦、アップで3弦、こうなります。一箇所ね音が伸びるんですよ。ピックだけで言うとダウンアップダウンアップアップダウンアップダウンアップダウンアップアップダウンアップっていうパターンになります。でこれでコードの押さえ方で変わっていきます。まず C コードを押さえてダウンアップダウンアップアップダウンアップ C メジャーセブンダウンアップダウンアップアップダウンアップ C セブンダウンアップダウンアップアップダウンアップ、こんな感じになります。で今分かりやすくダウンアップダウンアップでアルペジオを弾いてますが、タイミングさえ分かれば全部ダウンとかダウンとかアップをこう規則正しくねダウンアップって弾くんじゃなくてダウンダウンダウンアップアップダウンアップとかに変えても大丈夫です。ただ最初タイミングをこう体で覚えるためにすごく弾きにくいんですけど、ダウンアップダウンアップって弾いた方がこのカラーピッキングの時のタイミングは取りやすいです。そのタイミングさえ取れればあのダウンダウンダウンアップアップダウンアップでも大丈夫ですので、でこれが最初のこの5弦ルートと言われる C、C メジャーセブン、C セブンのところね、これC メジャーセブン C セブン、次 F、これは F 押さえて6、4、2、3って弾きます。でその後 F 一回弾いて E マイナーもう一回、こんな感じ、ね、ここは上の段の4小節の弾き方です。続けるとまず C から C メジャーセブン C セブン F F E マイナー、これが簡単なので、最後の F E マイナーはまあ、余裕が出てきたらいろいろ弾き方できるのでこんな感じで、こんな感じで音増やしても大丈夫です。今のは F を6、4、2、3弾いた後に F のルート音6弦弾いて、で高いとこで Em もまずルート音弾いて6弦で高いとこ、で弾いてもまあ雰囲気は出るかもしれない。こんな感じで、でいろいろな弾ける道があるんですが、やればやるほど難しくなります。なので最初はシンプルにこんな感じで次 D7 で弾いていった方が楽かもしれないですね。ではでは次のコード進行の、押さえ方ちょっと出しますね。チャンネル登録してね。ここをクリック、ここここ、スマホの方はこの下にある登録っていうボタンをクリックしてください。